瀬里州法と青の道門、64襲名書図へより、無前中ん出らした道青の道門は、大分県中津市本屋場境町左にある道門である、名称や場景に含まれ、山国川に面してそそり立つ、瀬里州法の裾に位置する。全長は、約342メートルで、そのうち、トンネル部分は、約大分県の史跡に指定されるとともに、 矢場ひたええひ国定公園の域内にも含まれる、晩秋の紅葉時期は特に観光客が多い。地域住民らは一帯の地名にちなんだ青をアピールするため、対岸一帯に春には水色の花が咲くネモフィラを植えている地形の関係上、一部では福音が狭いため信号を使った片側交互通行が行われている。1750年に 1> 第1期工事が完成し、最終的に開通したのは1763年であった。諸国遍歴の旅の途中ここに立ち寄った、前回和尚が断崖絶壁に鎖のみで結ばれた難所で、通行人が命を落とすのを見て、ここにトンネルを掘り安全な道を作ろうと、宅発肝人によって、屈作の資金を集め、石区たちを雇って、のみと土だけで30年かけて掘り抜いたと言われる。 1750年の第一期工事の完成後には、通行人から人4分、牛馬8分の通行量を徴収したという話が伝わっており、この道門は日本最古の有料道路とも言われている。1854年から1856年にかけて制作された歌川広重の64周名所図絵には、無前中んでらした道と題し、この道門が、 全国の名所として描かれている。青の道門のある、セリ州法は、中津市出身の福沢諭吉が、景観を守るために土地を買い取ったことでも知られる。地元住民は、福沢諭吉が土地を買わなかったら青の道門は、残っていなかったかもしれないと語る。1906年から1907年にかけて、陸軍備出生代演習場への輸送路整備のために、大改修が行われ、 車両が通過できるよう拡幅された。この工事の結果、完成当初の原型はかなり失われたが、明かり取り窓等の一部に手彫りののみの跡が残っている。1919年に発表された菊池博士の温州の彼方には、前回お嬢の逸話をもとにして書かれたものである。ただし、この小説では、水道は飛騨の古間と呼ばれ、 青の洞門という名称は用いられていない。また、主人公の僧の名は、了解とされている。この小説とは別に、1923年の尋常小学国語とか本巻12でも、教材として取り上げられ、これらによって、青の洞門は広く、世間に知られるようになった。完成した当時は、ひだのくりきと呼ばれていたが、 江戸時代末期から大正時代にかけて、日だのトンネルや、青の道門と呼ばれるようになったとされる。1906年の観光案内書、矢場系案内記天下第一の名称では、三人のみ道又道門と呼ぶと紹介し、道門を以降で略語として用いている。同書で、青地区については、青また、青青という、大王最優の木と即老月12日含む行と、 共に一宿世七なれども今その宿舎つまびらかならずと、内山陽が訪問した時の故事を紹介している。1913年の観光案内書、ヤバ系案内記では、伝承を紹介する中で、これより参道を、日だの古間と少子交通すこぶる便となったと記し、ヤバ系、青道門青のどモ門アットヤバ系、と書かれたトンネル入り口の写真を紹介している。 1914年の山水水延期には進んで矢場ゲの入り口たる青の道門に至れは、今なお保有名なる日田の水道を見むとある青の道門が用いられた他の初期の例としては1923年の尋常小学国語とく本巻12や1942年の大分県の史跡指定がある JR 中津駅南口より、大港北部バス、矢場系、または、守る寺、温泉、または、文子森行き乗車、青の道門下車すぐ。所要、約25分。車では、東九州道の中津インターチェンジから約20分、北九州、福岡方面からは、 ETC 搭載車であれば、上毛スマートインターチェンジも近い、同門周辺には無料駐車場がある。ありがとうございます。